どうするジャガ。今一度。楽しい。はい。福原だ。わしの夢の都じゃ。牛若様に違いない。あのお方の身辺に目配り。都でも指折りの美人という噂が。時は宗子様、六原様のお慈悲を賜りまして。慈悲をな。どうか牛若とは今しばらく共に。このお屋敷を出て母とも別れてそこで生きるのです。母上、この胸に都があるということだ。源氏の御曹司。さよう。すると平家は。我ら源氏の敵にござる。忘れることもできず、割り切ることもできず、今日まで。許すこともない。あるがままに受け入れるのじゃ。もしやうつぼ。源氏として戦います。それは清盛入道に刃を向けるということだな。それがしは落とし入れられたのでござる。この上は叡山も平家もそれがしの敵。平家が立ち二振り、弁慶ぶんどったり。待て。兄と申したか。はい、右兵衛之助、頼朝様。一体何がおかしい。平家はあんたを亡き者にしようとしてる。お前を邪魔に思う奴がいるらしいな。平家に追われる身の上、いわば厄介な毒。シャラオ！シャラ